ピンク坊主チャンネル、ナスを焼いて食べたよ。みんな見てね。あはー、みなさん元気でーすかー。みなさん、今日紹介するものはじゃーん、ナス。ナスってね、本当にね、美味しいですよね。ほら見て、この色、この黒黒した色、あーもう、あーいいですよね。もうこの形もいいですよね。このあー美味しそう、あーナス。なんだ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 、わー、ナス。皆さん、今日はね、このナスちゃんをね、焼いて食べたいと思います。うふ、では、洗ったナスちゃんを切っていきますよ。そしたら半分切ります。おっとっとっと、滑っちゃった。はい、切りましたら、この中の方に水を入れていきますよ。水が入りました。これからグリルで焼いていきますよ。はい、かけましたら水を入れます。You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I give my life away. 焼けたかな？あー、焼けた！おいしそう！お皿に盛り付けたら、私は醤油をかけます。はい、これにね、わさびをつけると美味しいんですよね。よいしょ、ではいただきます。はい、そしたらね、このわさびをね、ナスにつけて食べますよ。いただきます。とろとろ、中身がおいしい。このね、わさびが合うんですよね、このナスちゃんに。醤油をつけてね、タプタプタプ、わさびもつけてつけて、
しい、あーとろける、ごちそうさま、おいしかった。皆さんもね、ナスをね焼いて食べてみてくださいね。あーチャンネル登録お願いします。